株式会社横浜スカイビルは神奈川県横浜市西区にある超高層ビル、スカイビルを運営する企業。現在のスカイビルは1996年に建て替えられた2代目である。横浜駅東口に位置しており、港未来21計画における68街区に該当する。横浜駅東口の戦後復興を目的に1956年に 崎陽県の野の波も基地などの地元の実業家によって結成された横浜駅前復興促進会により世界の名産品を販売、料理を提供する10階建てから20階建てのビルを建てるというワールドセンター構想が前身になっている。さらにワールドセンターの屋上にヘリポートを作り、モノレールを建設するという構想もあったが、ワールドセンター構想が具体化することはなかった。その後、 横浜市議会議長の津村峰夫が中心となって、1961年に横浜駅前復興促進会を前進とする東口対策審議会が設立され、これにより横浜駅東口の開発計画が進められることになった。日東商船の竹中治を社長に迎え、1961年9月27日に地元企業の企業権、共栄社、 京浜急行電鉄、横浜ス市シ止ンビルと、日東商船の取引先である石川島張間重、工業、三菱重工業、日商の出資で、横浜駅前、新興株式会社を設立。横浜市全員協議会が策定した、横浜駅東口総合開発計画における、出島地区と、東口地下街の開発を開始した。出島地区とは、 横浜駅東口総合開発計画における名称でかつて出島があったことに由来する。しかし、横浜市議会の権力闘争に巻き込まれ、横浜市警察庁舎と横浜市営バス西営業所の後地払い下げ価格が予想以上に加算で支払いが困難になったり、横浜市長が革新派の明日方和夫に交代したことによる、 横浜駅東口総合計画が見直され、市長が再三にわたり、スカイビルの設計変更を要求したため設計者の総和設計と建設会社の体制建設が、建設計画から降りるなど、スカイビル開業までは、幾多の混乱に見舞われた。1968年3月には、初代スカイビルが竣工。ビル開業に伴い、1968年5月28日に、 横浜駅前、新興株式会社から、株式会社横浜スカイビルに、称号変更した。しかしなんとか、スカイビルの竣工にこぎつけたものの、スカイビル完成後に予定していた、出島地区の北側と、東口地下街の開発が困難になってしまった。1978年に市長が、元横浜駅東口開発公社理事長の最後、同一に交代したこともあり、 右翼曲折あって、横浜駅東口総合開発計画の一つとして、国道下の地下街の開発は1971年10月に、設立された第三セクターの財団法人横浜駅、東口開発公社が、手島地区の開発は、横浜市林海部総合整備計画に組み込まれ、1980年12月に、設立された第三セクターの横浜、 新都市センター株式会社が行うことになった。なお、横浜新都市センターの設立にあたっては、横浜スカイビルも出資を行っている。1982年3月11日には、株式譲渡により、株式会社横浜スカイビルの筆頭株主が、ジャパンラインから三菱辞書に交代した。横浜新都市センターによる横浜新都市ビル建設にあたっては、 当社所有地を使用することから、大株主の三菱指所の意向で、単独でのビル建設を主張して、横浜新都市センターと対立したが、当社が単独でビルを建設する資金力がなかったため、横浜新都市センターとの共同事業、共同所有にすることを条件に、当社所有地を貸すことになり、1985年9月に横浜新都市ビルが竣工した。 初代スカイビルの完成に先立ち、1967年7月には、温水プール、スカイプールが先行開業した。スカイプールは、旧、横浜市営、バス西営業所の跡地に建設された。西営業所は、横浜駅東口再開発のため1965年7月11日に、廃止され、ほどがや区へ移転して、横浜市営バスほどがや営業所となっている。 スカイプールの場所は横浜振興クラブの裏側で現在の横浜新都市ビルの中心部付近にあった。1975年9月23日に株式会社横浜スイミングセンターが子会社として設立され、1982年10月に平沼一丁目40番12号へ移転した。初代スカイビルは1968年3月に完成した。当時としては 珍しい多目的商業ビルで、横浜駅周辺で一番高い建物であった。最上階の10.11階はそれぞれ左右別方向に回転する2層の回転ラウンジレストラン、横浜スカイラウンジがあった。本棟にはその他、バンケットホール、結婚式場、ビアガーデン、サウナ、医療センター、消費生活センター、文化教室、飲食店、物販店など、 約100店舗で構成されていた。革新派の明日方和夫市長の要求により、本胸の裏側の低層胸には、スカイ体育館、多目的ホール、スカイ劇場、ボーリング場、スカイボールが入居した。スカイ劇場では毎週木曜日に、スカイ木曜寄せが開かれ、スカイ劇場は、毎週第3度日曜日は、横浜アマチュア演劇連盟に優先して、貸し出されていた。 ただ1968年5月に東口横断歩道橋が完成するまでは交通量の多い国道1号を横断しなければならず、また横浜駅西口と東口をつなぐ通路が不備であるなど横浜駅周辺の開発が不十分であったため使いビルの業績は好調とは言えなかった。当時は現在の北通路付近に暗くて狭い地下通路と 駅プラットフォーム北端に1930年竣工の内海川古泉人道橋があり、駅からスカイビルへのアクセスは良くなかった。1980年11月に横浜駅東口にルミネ横浜店、地下街横浜ポルタが開業するとスカイビルは見劣りするようになり、最盛期は80件もあった店舗の退店が相次ぎ、これが原因で大株主が ジャパンラインから三菱辞書に変わることになった。その後、1990年には横浜駅東口の再開発に伴い全面建て替えが行われることになり、建設期間中の1991年により、初代スカイビルに入居していた一部の専門店は近隣にある横浜神谷ビルに移転、スカイビルの仮店舗という名目で横浜スカイプラザとして、 営業を継続していた。1階には、横浜市ケアターミナルが、8階から10階には祖合連絡口が設置されている。1996年、現在の2代目スカイビルが完成した。高層棟と駐車場棟に分かれており、横浜新都市ビルと直結している。横浜駅から地下街、横浜ポルタを通り、地上へ出ることなく、地下2階の入り口へ接続している。 建設当初は、隣接する横浜新都市ビルに入居する祖合横浜店が、増床して二代目スカイビルにも入居する計画があった。しかし祖合の経営悪化により出店を断念したため、ビルの設計変更が必要になり、1992年10月から1993年11月まで、建設工事が一時中断された。そこで1994年5月に、 横浜新都市センターが二代目スカイビルの建設、運営に加わることになり、また祖号の代わりに、丸井が出展することになった。このため二代目スカイビルは、横浜スカイビル、横浜新都市センター、横浜シティアターミナル、三菱 UFJ 新宅銀行の4社の共同所有になっている。2009年には、日産自動車グローバル本社の竣工に合わせて、7月21日、 東ビル2階と、そごう横浜店2階の間にある、公開空地から、港未来中央地区方面へ向けて、ペデストリアンデッキ、は、まみらいウォークが設置された。同年8月8日からは、日産本社ビル内の歩行者通路、日産ウォークの利用も可能となり、同地区へのアクセスが容易になった。他にも、各種の資格学校、企業、飲食店がなどが多数入居している。 ありがとうございます。